ウォルター・ウィリアム・ピアースとは、アメリカ合衆国、ミシガン州デトロイト出身の元プロ野球選手である。左投げ左だ。1945年にデトロイト・タイガースでメジャーデビュー。1949年にシカゴ・ホワイトソックスへ移籍した。1950年から1961年まで、途中9勝に終わった1954年を除いて、必ず二桁勝利を挙げ、 1956年から2年間は連続で20勝している。ピアースが前世の1950年代はホワイトソックスもニューヨークヤンキース、クリーブランドインディアンスと共にアメリカンリーグの上位常連だったが、ホワイティフォードと投げ合った試合で7勝2敗、ボブレモンが相手でも7勝2敗と勝ち越している。1962年にはサンフランシスコジャイアンツへ移籍して16勝を挙げ、 チームのワールドシリーズ進出に貢献した。1964年に現役引退。ピアースのホワイトソックス在籍時の背番号、19。シカゴホワイトソックスの永久欠番に1987年、指定。2005年引退後のピアースは野球から距離を置き、キャデラックの自動車販売業などで仕事をしていたという。1987年、フルス・ホワイトソックスは、 ピアース在籍時の背番号19を永久欠番に指定した。2015年7月31日、胆のがんにより亡くなった。ありがとうございます。